これも大きいなんです。じゃあ19番、まあ縄跳びですと、もう種明かしをしました。19はどう飛んだらいいでしょうか。まあ正解を言うと、もう今日はちょっと先言うけど、後ろ跳びです。いいことにみんなで作りましょう、後ろ跳び以外に。後ろこう縄跳び使うジャンプできんと思うやん、お客さんによったら。なんかない、これを誘発する動き。何か物を持ってこうやる。あ、正解です。これ大きな。このレベル19、後輩にも正しく内転加勢させて、いつでも5の5ができる状態っていうのをこれで作る。お疲れ様でした。ありがとうございました。